長浜大橋イルミネーション展当時の様子長浜大橋は愛媛県大津市の肘川河口にある道路橋。全体が赤く塗られていることから地元では赤橋の愛称で親しまれている。2009年に経済産業省の近代化産業遺産に認定された。2014年12月10日に国の重要文化財に指定された。橋の下に船を通すため、 中央部の18メートルの区間を跳ね上げて開閉することができるバスキュール式稼働橋で日本で現存する道路開閉橋としては最古である。完成当時の塗装はネズミ色だったが現在は赤色に変更されている。毎週日曜日の13時に点検を兼ねて開閉されるほか、夏季の夜間にはイルミネーションが点灯される。1977年、川口よりに 国道378号のコンクリート作りの橋梁がかかり、幹線道路としての役割はそちらに譲ったが、現在でも生活道路として地元の車両や通学の児童生徒に利用されている。接続する道路は、左岸は市街地が密集し、道路幅員が狭い。右岸は商店街となっている。橋のたもとの共鳴板は建設当時のものであり、長浜大橋と、 旧で表示されている。1998年には国の登録有形文化財に登録され、後国の重要文化財に指定された。佳橋計画当時、長浜は肘川の水運の拠点として、川を下ってくる木材や木炉等の物資の積み替え、搬出や逆に川上への様々な生活物資。当時、町の中心地である東岸と集落のあった西岸との間には、 私船があったが、交通を改善するため、長浜町長の西村平太郎が橋の建設を提案した。周運を阻害しない、可動橋の建設は当時としては画期的なアイデアであったが、一般にはなかなか理解されなかった。また、政友会と民政党の清掃が盛んな時代にあって、民政党系の西村は、見解で、政友会系の議員から激しく責められたという、 橋の完成から約1ヶ月後に、建設の功労者である西村は救世した。平成26年12月10日、文部科学省国時代176号、文化財を重要文化財に指定する、県、官報第6432号6ページ、日本の代表的な海平橋の一つである、勝時橋の建設より5年早い、観光情報を眺める遊ぶ。 大洲市公式ホームページ長浜大橋からホット、デニシーイオ文化遺産オンラインこの節参考、愛媛新聞。ありがとうございます。